皆さんこんにちは。お笑いコンビ本邪魔家のツッコミ担当として有名なめぐみとしあきさん、タレントとしてだけでなく俳優、司会者としての活躍でも知られていますね。そんなめぐみとしあきさんですが、これまでに数々の炎上騒動を起こし、共演 NG だという人も多いのだとか、また息子の事故死、難病など衝撃的なニュースも飛び込んできました。今回はめぐみとしあきさんについて迫っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。鹿児島県鹿児島市出身のめぐみとしあきさん、1986年、当時渡辺プロダクションが立ち上げた若手お笑いタレントグループビッグサースデーのオーディションに合格し、芸能界入りを果たしためぐみとしあきさん。もともとは小デブとして売り出しており、本邪魔家の相方石塚秀彦さんと区別がつかないほどだったそうです。しかし友人の岸谷五郎さんに太っていることをけなされるなどの理由から、20時以降は何も食べないなどしてダイエットをした結果、見事20キロの減量に成功し、それ以来は痩せている方と言われるようになったようです。相方の石塚さんはこのことについて、めぐみちゃんが食べなくなったので、その分自分が食べて余計に太ったなどとネタで話すことがあります。タレントとしてだけでなく俳優としても活動していて、ドラマでは NHK 大河ドラマ毛利元就や TBS サラリーマン金太郎シリーズなどが代表的です。またお昼の時間帯にやっている昼帯で司会者を務めるなど、芸能活動の幅を広げています。そんなめぐみさんは、前日がどれだけ多忙でも毎朝5時に起床し、各局の情報番組をチェックするほか、移動中もほぼ全ての新聞に目を通すというプロっぷりを貫いています。しかし今年9月24日放送の昼帯 TBS 系にて、あまりにも最低すぎて番組視聴中に途中離脱した視聴者が続出したといいます。一体何が起こったのでしょうか。この日番組内では、豪雨被害に遭った石川県の被災者女性が番組取材に応じるという場面が放送されたのですが、浸水で崩壊した自宅までレポーターを案内してくれた際、何を血迷ったのか、スタジオの MC めぐみさんは、地震と豪雨被害はどちらが大変ですかと聞いたのです。これには視聴者ももちろんびっくり。すかさず、最低の人間、こういう人間が安全地帯から司会をするクソ番組など怒号の嵐となってしまいました。ある週刊誌記者は、そうした世間の声に同調しながら、取材を受けた主婦のうつろな目が印象的で、見ていて言葉にならなかったですね。それを見ていなかったのか、よくぞその場面で地震災害と豪雨災害の比較を聞けるものだと神経を疑ったのは同じです。何を聞くべきかわからなかったのかもしれません。ですが、事前にどういった人に取材をするかは聞いていたはず。だとしたら司会者失格ですと語っていました。またこの日のめぐみさんの無礼はこれだけではなく、番組中盤からはいつものように大谷翔平祭り上げタイムが繰り広げられたのです。この日は日本時間で明日の25日から行われるパドレスとのナ・リーグ西地区の首位攻防3連戦がピックアップされていました。出演者たちは大谷選手が使ったヒリヒリする9月を連呼し、大谷選手所属のドジャースがマジック4で2位のパドレスに2勝すれば優勝だと盛り上げました。しかし、ご存知のように相手のパドレスには WBC 日本代表のメンバーであるダルビッシュ選手と松井裕樹選手が所属しています。そしてもしもドジャース相手に3連勝すれば首位逆転となり、パドレスに優勝マジックがつくことになるのです。つまり日本の野球ファンとしては、どちらを応援していいのかと頭を抱える組み合わせなのですが、番組 MC のめぐみさんはダルビッシュ選手や松井選手の名前などさらっと紹介するだけで、ドジャースがスイープ、3連敗したら困る、2勝すれば優勝、1勝で終わってもマジックが2となり
その後のロッキーズ戦は勝てますよね、とコメンテーターらに念押しし、とにかく大谷が優勝しないと困るというムードを煽り立てたのです。スポーツライターは、まあ盛り上がり的に仕方ないですが、とため息をつきながら、この日 MLB コメンテーターとして元レッドソックスの岡島秀樹氏が出演していました。岡島氏はもちろん首位のドジャースが有利としながら、それでもことあるごとにダルビッシュ投手の名前を出してドジャースの勝利だけを願う、番組のムードを中和させようとしていた雰囲気がありました。そして実際にメジャーでプレーした選手らしく、過去の対戦成績だけでなく9月になって好調なパドレスを油断できない相手としてスイープもあり得ると話していました。その度に MC のめぐみから反論的なツッコミを受けましたが、と語りました。とにかくめぐみさんはダルビッシュ選手の逆転優勝では困るのでしょう。しかし番組を見ていた野球ファンからは、平等に応援できないなんて、もしこれが政治なら大問題では、と怒りの声も上がりました。ロマンザ、このように発言が物議を醸すことの多いめぐみさんですが、ある大物芸人と共演 NG になっているという話もドラマのテーマにもなるなど、テレビ業界を悩ます共演 NG、 一見仲の良さそうなタレントが NG に指定されていることもありますが、仲が悪いというわけではなく、所属事務所の売り出し方の方針の違いで NG になるケースもあるそう。しかしそんな大人の事情関係なく、ただただ本人たちの関係性が悪く共演不可になっているのが、爆笑問題太田光さんと本邪魔家めぐみ俊明さんだそう。太田さんが、めぐみはつまらんとネタにしているのを心よく思っておらず、めぐみさん側が NG にしていると言います。二人はおよそ30年前から確執があったそうで、両コンビは不遇の下積み時代を共に過ごしてきた良きライバルでもあったのですが、1989年に二人体制になってからは、再始動した本邪魔家が一気に知名度を上げていったそう。先にブレイクしたのは本邪魔家、しかし売れた途端にめぐみさんが天狗になったそうです。まためぐみさんが知ったかぶりをする態度に太田さんは嫌悪感を抱き、確執が生まれたようです。その後太田さんはめぐみさんに対して拒絶反応を示し、毛嫌いするようになったんだとか。いつしか芸能界でも指折りの犬猿の仲として知られ、太田さんはメディアを通じ、めぐみはつまらない、腹黒いなどと批判を繰り返すようになりました。当然これまで共演した話も聞いたことはありませんが、2016年4月に行われたタレントの DAIGO さんと女優北川景子さんの結婚披露宴で、めぐみさんと同じテーブル席になった太田さんはめぐみさんと言い争ったそうです。このように芸能界での問題が注目されているめぐみさんですが、プライベートについて調べていくと、息子が事故死したという衝撃的なニュースが見つかりました。ロマンザ、めぐみさんは結婚時期ははっきりしませんが、元タレントの松本美希さんとご結婚されています。お二人の間に誕生したお子さんは4人。第一子の長男の名前は俊太くん。第二子の次男の名前は風斗くん。第三子の長女の名前はあゆさん。第四子の三男の名前は春馬くん。だそうです。芸能人としては珍しく、めぐみさんのお子さんたちは、名前も顔も公表されていますが、子供たちの現在について調べていくと、交通事故に遭ったという噂が広がっていました。しかし調べてみましたが、そのような情報は確認できませんでした。完全なデマかと思われましたが、調べてみたところ、おそらく風見慎吾さんとめぐみ俊明さんを間違えて認識したことによる誤情報のようです。ネット上ではめぐみ俊明さんと風見慎吾さんが似ているとの声が多数上がっていました。風見慎吾さんは2007年に当時小学5年生だった娘を
交通事故でなくしています。この情報が風見慎吾さんと似ている。めぐみとしあきさんのことだと間違って拡散されてしまったことが原因と言えるでしょう。交通事故ではありませんが、事故にも似たような大事件がめぐみとしあきさんの子供に起きていました。最後の三男が生まれた時はかなりの高齢出産だったそうですが、実は自宅出産で、取り上げたのは当時4歳の長女だったという驚きのエピソードがありました。それは4人目を妊娠し、出産予定日の約1ヶ月前の2012年12月27日のこと。陣痛が始まっているのに、年末の忙しい時で電話がつながらず、奥さんは家にいた当時8歳のふうとくんと当時4歳のあゆちゃんと協力し、なんとそのまま自宅で出産、へその緒がついた状態で病院へ行ったんだとか。めぐみさんはテレビ番組の生放送収録中だったそうです。長女もすごいですが、何より自宅で出産を選択した奥さんが素晴らしいですね。そもそもめぐみさんが仕事中ということは、常に3人の子供の育児をしながら臨月を迎えていたということでしょう。考えるだけで目まぐるしい毎日で、無事に出産できたことは奇跡です。一見美談に見えますが、出産という命の危機にさらされる中で子供と赤ちゃんを守り抜いた奥さんの覚悟のエピソードですね。このことが原因だったのか、めぐみさんは現在情報ワイド番組昼帯の収録と打ち合わせが終わる3時には局を出て、他の収録がなければ子供の習い事、空手、サッカーなどの見学をして、そのまま一緒に帰るそうです。そして子供の学校行事には必ず参加している、良きパパになっているそうですよ。いかがでしたか。今回はめぐみとしあきさんについて様々なことをご紹介いたしました。メディアではたびたび炎上し問題となっていますが、家庭では良いパパのようですね。家族のためにも自身の発言には気をつけてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。